NG ボイスドラマ苦労人の結末。これは一つの可能性と二つの運命の交錯、そしてその先にある結末。クソ、準備に時間がかかった。間に合ってくれ、頼む。俺は九条館から吉祥寺へ車を走らせていた。今の時間は20時過ぎ。夏場とはいえ空はすっかり暗くなっている。今回の件の始まりはロゼからの報告だった。妹さえの友人だった彼女は俺の協力者の一人だ。彼女は格闘遊びの顛末を話した後、木島明という少年を自分の代わりに助けてくれと頼んできた。話を聞いた以上放っておくわけにはいかない。俺は準備を整えた後吉祥寺へ向かった。木島はここにいるという話だが、血の匂い、遅かったか。君が木島明か。足元に倒れているのは君のおばさんと妹さんだよな。君がやったのか、その触手のような腕で。君の運命には同情しよう。それはロゼも同じだ。彼女は本気で君を救おうとした。その意志に偽りはない。だが君のブラッドメトリーの力は彼女の予想以上だったんだ。彼女の願い通り君は生き延びたが、暴走した力は君の人格と記憶を破壊してしまった。結果的に君は生き延びたが、君は身も心も怪異となってしまった。こうなった以上放置はできない。残念ながら俺の声は届かないようだな。君とはもっと別の形で出会いたかったよ。許してくれ木島明。君のことは調べさせてもらった。だから準備はできている。俺の声が聞こえなくてもこの曲なら聞こえるはずだ。思い出せ、葉月薫の死を。さあ次はこの缶ジュースだ。妙な名前のジュースだがどうだ。天の目聖司の死を思い出したか。辛いだろうが記憶を取り戻せ、アキラ。記憶から目を背けたところで俺たちは過去から逃れられない。生きていくには事実と向き合うしかないんだ。それができなければ君は闇に飲まれて本物の怪異になる。向き合え、アキラ。それしかないんだ。俺が手を貸してやる。は？好き？あ、甘い。ごめん。首！触手が。離せ。離す。息ができない。相変わらず世話の焼けるやつだな。だが屋敷、こんな鉛玉でも怪異になりたての半端野郎になら通じるようだぞ。ましたか、すまない。
助かった。どうしてここに？ロゼから連絡があったんだ。あの女は俺のことを貴様のお目付け役か何かと勘違いしてるらしい。ガキが起き上がった。だが腕を打たれて動きが鈍ってるようだ。さっさと蹴りをつけろ、屋敷。ああ、分かってる。今の彼ならこれに目を向けてくれるかもしれない。アキラ、この手鏡に見覚えがあるだろう。君の母親サトミさんの遺品だ。ロゼが君の部屋で見つけたそうだ。何かの役に立つだろうと俺に託してくれたよ。君の母親は弥勒ヤクモの一族に流れる血を恐れ、君が同じ道を歩まないことを願っていた。その願いも虚しく、君は血脈の呪いから逃れられなかった。だがまだ終わったわけではないだろう。さあアキラ、鏡に映る自分の姿を見ろ。そして否定しろ。君の母親は君のそんな姿を望んではいない。俺なのか。どうやらショックで気を失ったらしいな。ひとまず安心か。それで屋敷、これからどうする？そうだな、銃声を聞きつけた連中が来ると厄介だ。早くこの場から退散しよう。アキラ君も連れていく。分かった。病院へは俺が連絡しておく。今ならまだ間に合うかもしれんからな。貴様はガキを車に運んでくれ。屋敷、車は俺が運転する。貴様は後ろでそいつの手当てをしてやれ。ガキの扱いは得意だろう。お前よりはマシだろうな。これでよしと。ここは目覚めたか、アキラ君。腕の具合はどうだ？包帯で応急処置をしただけだからあまり動くんじゃないぞ。傷口が開くかもしれない。あんたは？俺は屋敷和夫だ。ロゼの友人みたいなものだよ。もしかしてあんたがロゼの言ってた当主様か。とんでもない方法で心霊事件を解決してきたっていう。多分俺のことだろうな。その紹介のされ方は気になるな。そうかい。今の俺はもう立派な怪異だ。このイカみたいなダセー右腕を見ろよ。俺はこの腕で亜美と夏美さんを。大丈夫だ、アキラ君。二人は病院に搬送されたよ。きっと良くなるはずだ。だとしても二人を殺そうとした罪が許されるわけじゃない。なおさ、怪異を退治するのがあんたの仕事なんだろう。だったらあんたの手で俺を殺してくれないか。確かに君は許されない罪を犯した。一生かかって償わなくてはならない十字架だ。だがな、君は闇に飲まれなかった。
人間としての理性を取り戻し、光さす場所へ戻ってきた。だったら俺の仕事は君を退治することじゃない、君の心が少しでも安らぐよう協力することだ。さあ今は休むんだ、アキラ君。これからどうするかは起きてから考えればいい。その時は俺も手伝ってやる。あんた優しいな。だけど甘すぎる。もうすぐ九条館だな。屋敷、ガキは眠っちまったのか。ああ、この子は身も心もボロボロだからな。今は少し休んだ方がいい。寝たところで見るのは悪夢だろうがな。それでそいつを連れ帰ってどうするつもりだ。俺は何とかして彼を救ってやりたいんだ、マスター。貴様、もしかして自分と重ねてるのか。貴様もそいつも怪異に翻弄され家族を失った。似た者同士ってわけだ。そういった同情があるのは否定できない。だがアキラ君は俺と違う。まだ家族を失ったわけじゃない。呪いが解けて彼を支える者がいれば元の生活に戻れるかもしれない。そうだろう。相変わらずガキに甘い男だ。あの死人の事件の時もそうだったが。だがな、屋敷、忘れるなよ。そいつはもう人間じゃない、怪異なんだ。貴様だって知ってるはずだ。怪異の抱える闇の深さはいつも俺たちの想像を絶するものだった。その闇を前にそいつの見せた些細な理性の輝きなぞ風前の灯火に過ぎ。何が言いたいんだ、マスター。分かってるんだろう、屋敷。そのガキだって本当は。それは違う、マスター。お前こそ思い出せ、俺たちがなぜ今こんなことをしているのかを。ああそうだな、そうかもしれんな。畜生、離しやがれ。